ゲーム大好き、ひどりくんひかるです。ゲームやってます、ダミアスともえです。実はね、うん、前回韓国にイベント行ったって話ちょっとしたじゃない、はいはい、でまだどこでも言ったことがないお話なんですけれども、まあ、ゲーム好きが起こした悲劇ですか、海外で、うん、充電をしようと思ったんですよ。もちろん変換器は持ってきました、うん、すごい。その前の年にも行ってるので、うんうん、やっぱり充電大事ですから、携帯電話にしろゲーム機にしろ、うん、でまず部屋に入ってゆっくりする前にどこで充電できるんだろうと探して、うんうん、ほんと探してなかなかなくて、コンセントですか。そうそうそう、あ、やっとあった、すごい隅っこ、うん、隠されたような感じで、うん、やっとあった、ふっやったらプツンってなって、全部電気落ちたの、ブレーカーが落ちたんじゃないかなと思うけど、いや全部が、はあ、何ですかそれ、うん、やばいって思って、うん、人ってああいう追い詰められた時は不思議な行動を取るよね。とりあえずなんかね、お風呂に入ろうと思ってお湯を出してたの、うん、なんで？で、真っ暗でしょ、まずやらなきゃいけないこと、風呂のお湯を止めよう真っ暗なところ、どこだどこだ、でとりあえず落としてその線を閉めて、無駄だと思うけど多分この辺になんかスイッチあったよな、シーン困ったな、嫌なこう汗がかいてきて、ここ異国だもんねとでさっきじゃあって言ってみんなで分かれて、でとりあえずマネージャーだと思って、マネージャー確か俺の右斜め前の部屋だったなと思って、ピンポンピンポンって言ったらもうなんか起こすなみたいなランプがついてて、全然音も鳴ってない感じで出てこなかったのね、まあ翌日分かるんですけれども、実はそこはマネージャーの部屋じゃなかったの逆に 出なくてよかったんだけどなんか間違って伝えてたらしくて、でちょっと前まで一緒にゲームをしていた神谷君を頼りピンポンまだ起きてるな、さっき別れたばっかだもんな、ピンポンってどうしたんですかって、神谷君なんか電気が落ちちゃったもう捨てられた猫のような状態でとにかく不安なわけよ、言葉も通じないし、それにブレーカーならまだしも、なんか壊してる可能性もありますからね、いや絶対を懐中電灯とかとっていう電話のところがね、なんかとりあえず片言の英語でなんとか来てもらって事なきを得たんですけれども、着きました、うん、なんとかなったんだけども、でも大事なのはまた同じことやって落としたらやばくなんか、ね、どうやらその充電するのは珍しいな、なんか洗面台、うん、風呂場 のシャワーとかあるところの、うん、そこのなんか引き出しの中にあって、え、充電専用、そう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 、だからドライヤーとか多分挿す、はあ、で一応そのゲームを PSP とか出してて、うわ、ああ OK みたいなでそこは OK みたいな、よかった、え、なんで普通のコンセントはダメなんですか、ね、なんかその部屋にあるようなところに挿したらもうプチプチ、怖かったよ、これ今から韓国とか海外に行く人にいい情報じゃないですか、気をつけてくださいね、今が夏ですからね、充電しなきゃいけないものは、うん、意外と洗面台の引き出しに隠されてる可能性がありますんでだって分かんないじゃん、そんなとこにあると思わないから、そうですね、普通もっと見えやすいとこに、別な時になんかこう、あ、こんなとこにこんなのがあるんだと思うけど、やっぱり意外とさ、コンセントを探してるときにそこ開けないよ、うん、普通その聖書とか入ってる位置ですよね、そうそうそう、本当ね、気をつけてくださいね、はい、あ、ごめんなさい、なんか本当に興奮して、いやいやいや、だってちょうど今ほらこれからお盆ですから、うん、海外に旅行に行く方も多いでしょうし、ブレーカー落とさないように、そう、あと手さ、なんか勘で人のうちのピンポンを鳴らさないようによかったよ、全然知らない人出てきたらそこでもう別のトラブル発生だね、トラブルに次ぐトラブル、止まらない感じに、はい、すみません、気をつけてください。絶望した、まるまるに絶望した、こちらはリスナーが最近思わず絶望したと口走ってしまった心で思ったエピソードを募集し、〇〇に絶望したと神谷さんが無駄に素敵に読み上げてくれる番組です。ん、絶望ネーム佐野助歌唱式さんからいただきました。絶望した、海外でゲームをやろうと思ったらブレーカーを落とし、パーソナリティ K に助けを求めていた緑川さんに絶望した。何ですかこの可愛いエピソード。ああ、そうですね、この番組では言ってなかったでしたっけ。
まあ、他の番組では結構話題になってるんですけれども、はい、緑川さんとですね、韓国に、イベントでですね、お伺いしたことがあったんですよ。もう2年か3年前になるんですけれども、ね、その時に緑川さんと一緒に韓国行きまして、うん、で、まあ、着いて、ホテルに着いてですね、うん、まあ、それは立派なホテルだったわけですよ。うん、で、ご飯食べてホテルに帰って、じゃあまた明日、頑張ろうね、みたいな感じで、超いい声で、こう、緑川さんと、はい、まあ、こう、ホテルのロビーで別れて、もう一回ちょっと。で、まあ、で、はい、部屋に入ったわけですよ。はい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 。で、僕は、明日イベント頑張んなきゃなーなんて思って、荷物を置いて、うん、で、まあベッドに横になっていたらピンポンピンポンピンポンって来て、はい、なんだと、はい、韓国に自分を訪ねてくるような人はいないはずだぞと思って、はいはい、ちょっとビクッとなって、はい、こう覗き穴を覗いたら、はい、さっき別れたはずの緑川さんがポツンと立ってて、はい、どうしたんですか神谷くん、電気がつかなくなった、電気がつかなくなったどうしようって言われて、え？いや、つくでしょって言ったら、いや、つかなくなってって言って、なんかしたんですかって言ったら、いや、PSP を充電しようと思って、入れたらバチンってなって、消えてって言って、それはそのせいじゃないかなと思って、はい、でも部屋の中の、構造を僕は把握していたので、どこに非常灯があるのかっていうのは分かってたから、はい、入って、ここに非常灯ありますからって抜いて、はい、で、見たら本当につかなくてパチパチやっても、はい、うわ、本当つきませんねって言って、はい、じゃあ、ロビーというか、なんて言ったらいいんですか、フロントに電話しようって言って、はい、フロントに、まあ、受話器を取ったわけですよ。受話器を取ってフロントに電話するわけですよ。はい、なぜか僕が。はい、もう多分、緑川さんは割とそういうアクシデントとかに、はい、めちゃくちゃ強いタイプの人では、どうやらないっぽいのね。だから、わーってなって、はい、だから、そもそもフロントに連絡すれば、一番最初にフロントに連絡すればいいものが、まあ、僕のとこに来ちゃったから、まあ、そこでもう相当テンパってるんだなっていう感じがするじゃない。ね、はい、マネージャーじゃなくて僕のとこ来ちゃってるから。はい、で、まあ、僕を頼ってくれてるんだなと思ったから、はい、そんな英語とかも韓国語とかも全然喋れないのに、はい、とりあえずフロントにこう、電話しようと思って、取って、ルームナンバーいくついくつって言って、トラブルって言って、すごい、そう、とにかくライトがつかなくなったみたいなことを、はい、片言で喋って、英語で、はいはい、そしたら OK って言って、来てくれ、緑川さん来てくれるみたいですって言って、あ、そう、ありがとうって言って、もう大丈夫だからって言って、もうそこでもう落ち着いたみたいで、で、僕が帰って、はい、で、次の日に会って聞いてみたら、2治った、よかった、ありがとうね、っていう風に言ってくれて、はい、なんか、ほんと先輩ながら、なんか、素敵な人だなと思って、僕、弊社の先輩でも、緑川さんって本当に大好きなのね。はい、もう数あるいる先輩の中で、やっぱりもう緑川さんっていうのはもう僕とかにもこう目をかけてくれるし、とってもその後輩にもこうなんだろうな、ちゃんと気を使ってくれる、すごい素敵な先輩なんですけれども、ああいう風になんかこう、テンパってる時の緑川さんは、ちょっと可愛いです。それはお部屋に入ってすぐぐらいだったんですか？部屋に入ってすぐだね。なんか、どうもお風呂にお水を、なんかお湯を溜めるみたいなことで、溜めてる時にこう充電したらバチンって切れて、うわーってなったんだ。そんな、早速 PSP 充電しなきゃいけないっていうところがちょっといいですよね。そうだね。ちょうどなんかモンハンを、ね、モンハンのセカンド G を始めたばっかりで、そう、まだそんなにそう、まだそんなになんかめちゃくちゃやってる時ではなくて、これからやるぞ、これからもうなんか、まあその後の緑川さんのモンハンセカンド G の進み方が半端なかったんだけど、あの人もう何でも一個のゲームに来り始めちゃうと、もうどこまでもやり続けるから、うん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 、それは本当にいつもすごいなと思うんだけれども。